明治、大正、昭和の3代を生き抜き、寿命107歳までひたすらに制作を続けた彫刻家がいました。彫刻界の巨匠、平櫛田中です。平櫛田中は明治5年1872年現在の井原市西江原町に生まれました。名前を拓太郎といい、木登りや魚釣りが得意だったと言われています。13歳の時、田中は今津村、現在の福山市の平櫛家へ養子に行くことになりましたが、間もなく養母が亡くなったため、遠縁にあたる大阪の商店にでっち奉公に出ることになりました。田中はこの頃から美術に関心を示し、やがて彫刻家を志すようになります。そして25歳の時、本格的に彫刻の勉強をするために上京し、近代木彫の祖高村光雲のもとを訪れました。田中は光雲の弟子であった山崎長雲や米原雲海らの仕事を手伝いながら制作を続け、姉心や幼児犬張子など日常の身辺に取材した写実的な作品を作りました。田中の作品に大きな影響を与えたのが、明治美術界の重鎮、岡倉天心でした。田中は天心を生涯の師と仰ぎ、その指導で活人線や神牛など精神性の高い作品を完成させました。天心の没後は、天心の意思を継承した横山大観を中心として再興された日本美術院へ同人として参加します。田中筆跡の大作「鏡獅子」は昭和10年頃から取り掛かり、およそ20年もの歳月をかけて完成しました。田中が全ての作品が消滅しても、この作品だけは万世に残ると語ったこの代表作は、今の東京の国立劇場に展示されており、多くの人々を魅了しています。鏡獅子が完成した昭和33年、田中は井原市名誉市民第1号に推戴され、37年には文化勲章も受章しました。また昭和44年には田中の作品を収蔵展示する田中館が開館しています。田中は晩年になっても制作意欲が衰えることはありませんでした。100歳を超えてなお30年分の彫刻の木材を準備していました。しかし不死身の巨匠も老衰には勝てず、昭和54年の12月、107歳で亡くなりました。田中の歩んだ道は決して平坦ではありませんでした。食べるものにもことかく貧困、愛する子供たちの病気と死、また近代木彫彫刻という難しい美術の分野をリードしていくのは困難極まりない道のりでした。強靭な精神で数々の苦難を乗り越え、まれなる長命の生涯に現役であり続けた平櫛田中。その言葉は、自分の信じる道をひたすらに歩むことの大切さを示しています。